ポケオの動画。常磐線の中距離電車、そのローズピンク色の塗色から赤電と呼ばれていました。常磐線の赤電は古めかしく混雑しており、車内で酒盛りがあり本数が少ない、不便であるなど様々な負のイメージがありました。今回は1978年昭和53年の新聞投書を紹介します。1978年、常磐線は開業80周年を迎えていました。しかし国鉄水戸鉄道管理局への赤電の批判が相次いでおり、感謝歓迎ムードには程遠い様子です。それではお楽しみください。虫風呂常磐線赤電、投稿者北千住子、筑波大学生女性、ナレーション北綾瀬はるか。私は新治郡桜村中、現在は合併市、つくば市に住んでいますが、家が神奈川県にあるので月に一度帰省します。その際に利用する常磐線の赤電について一言申し上げたいのです。5月下旬に土浦駅13時13分発の上野行き赤電に乗りました。土曜日なので高校生の帰宅と重なって大変な混雑です。座れないのは元より覚悟の上ですが、満員のために大変暑く汗だくです。みんなイライラしながらもじっと我慢の子。人間とは辛抱強い生物だなぁと感心してしまうほどでした。やっと空いてくるのは取手駅あたりからでした。快速に人が流れたことや県境をまたいで通学する高校生が少ないからでしょうか、上野駅に着き山手線に乗り換えると冷房が効いていてほっと一息。東京駅で東海道線に乗り換えるとこちらも冷房車です。快適な湘南電車に揺られながら、同じ国鉄線である常磐線と東海道線の差が不思議になってきました。私はしょっちゅう電車に乗るわけではないので、常磐線に冷房車や綺麗な電車があるのかどうか知らないのですが、利用者数も多くローカル線でもないのにラッシュ時に赤電のような電車では毎日乗る方が気の毒です。国鉄の方でもラッシュ時の本数を増やすとか冷房車にするなどのサービス改善をしてくださることを望みます。同じ運賃を払わされて東海道線が良くて常磐線の赤電がひどすぎるのはあまりにも不公平だと思うのですが、この投書のまとめ1、常磐線赤電は混雑で大変暑く蒸し風呂のようである。2、同じ国鉄なのに東海道線は良くて常磐線の赤電はひどすぎるのは不公平である。北千住子さんが直面した1978年当時の常磐線赤電の実態について、ダイヤと車両の面から検証を進めてみましょう。まずはダイヤです。当時の時刻表を参照すると昼間の本数が極端に少ないことがわかります。すなわち北千住子さんが乗車した土浦駅13時13分発上野行き普通列車の後は14時36分まで実に1時間23分も普通列車がありません。うっそ、あまりにもひどすぎるダイヤだと感じました。神奈川県が実家で筑波大学に通う裕福なお嬢さんであれば優等列車も選択肢に入ると思います。しかし当時の特急日立号は土浦駅を通過、そんな13時43分発急行盛岡号上野行きが現実的な選択肢になります。しかし急行盛岡号は前述の普通列車を追い越さないダイヤであり、所要時間は普通列車より15分ほど早いだけに過ぎません。また急行盛岡号は盛岡駅からの遠距離列車で、車内は飲酒や駅弁を食べた後の昼寝など相当な雰囲気のボックスシートに土浦駅から乗り込むことになります。やだ恥ずかしい。神奈川県住まいのお嬢さんが急行料金を支払う価値があるのか、少しだけ微妙かもしれません。
ポケオの動画。次に車両についてです。冒頭にもお話した通り、常磐線赤電は古色蒼然をイメージした小豆色のいでたちです。なんでやねん。そもそも論、この小豆色からして古めかしく暑苦しいのです。ここに当時の車両構成を年表にまとめてみました。青色の帯は冷房を示します。1978年当時は1960年にデビューした401系が全車健在でした。401系は経年18年という冷房改造の時期をやや逸してしまった車両でした。少し忘れがちになりますが、この113系顔のサンドアプラスボックスシートという近郊型電車の祖先は111系ではなく、この401系だったのです。この401系を筆頭に403系非冷房車が赤電の主な車両となっていた時代です。415系は増備や冷房化が進んでいたものの、全体からすればまだ少なく、1978年夏の冷房化率は 18% でした。 18% でした。ちなみに北線住子さんが乗り換えた山手線の冷房化率は 54%、東海道線湘南電車においては 97% の冷房化率となっていました。参考までに東北高崎線は 67%、 常磐線快速103系は 23%、 横浜線 17%、 南武線や青梅線が 3%、 総武中央観光線が 0%。 0番線の北綾瀬行きは未開業となっていました。なんでやねん。常磐線の冷房化率の低さが目立ちますね。この理由は常磐線赤電の転属余地が極めて少なかったことが挙げられます。すなわち常磐線赤電は硬直流電車という常磐線上野口に特化した車両です。東北高崎線のように非冷房車をローカル線に転出させ、新生車を迎え入れようにも適切な転属先が乏しかったのです。このためいつまでも勝田電車区に古い401系が居座ることになりました。また国鉄には車両の冷房改造について、普通列車の経年車両に対する冷房改造は経費の無駄遣いであるという考え方が存在したようです。検証のまとめ1、昼間の常磐線の赤電は1時間に1本程度しか設定されていなかった。このため大変な混雑が発生していた。2、常磐線の赤電は適切な転属先が乏しく、首都圏口においていつまでも古い車両が現役で活躍を続けていた。3、国鉄には経年車の冷房改造は経費の無駄遣いであるという考え方が存在した。スイスイスイ、熱々熱々届くよ出前がスイスイスイ、でで出前館、出前がスイスイと、出前館で検索。